呉服屋で働いていてますご服屋も催事で全然お客様が来なかったりすると社員販売会がひそかに行われることに大した給料もない新人も買わないといけないような空気で最悪です小物ならまだしも着物や帯となると購入金額も20万30万円までに達しますそのため給料が入ってもローンの支払いでほとんど消えてしまうという現状ですアパレル業界のこういう文化は本当になくなってほしいお疲れ様です社畜ジャパンです 今日はアパレル業界の働き方の口コミを紹介します。口コミ2。ザラジャパン二千二2 0 2 2年投稿20代後半で年収は360万程度。かつ、制服が支給されるため、他のアパレルより恵まれている。ただ、正社員の若いスタッフやマネージャーは、退勤処理の後も数時間働き続ける。休日出勤も当たり前で、楽しそうな会社と思って入社しても、あまりのギャップに面食らうことも多い。高いヒールの靴で重い荷物を運んだり、雑務で商業施設内を駆け回ったりもする。 ちゃんとと体力をつけけてていないいいななやっていけない口コミ3ザラジャパン2022年投稿商品数が多く回転率も高い分常にスピードを求められハードワークでした1分も無駄にできない緊張感のある環境で働きシフト制で入荷日や朝6時半から修業おそばになると帰宅時間は深夜になりかなり不規則な生活でメンタルとフィジカルをキープすることは難しいです 遅番の次の日が早番の場合、帰宅してから次に出勤するまでの時間が6時間未満のことも多々あります。また、シフトに関しても急な変更が多く、まとまったシフトも出ないので、2連休は基本的にありません。口コミ4。接客業で変な客の相手をして、ノルマもあって自爆営業までして、給料が手取り13万円って、どっかの国の強制労働ですかね。この給料じゃ、1人暮らしなんてどうあがいても無理。 いくら綺麗な服を着て見てくれは華やかな業界でもとても長く働けるわけがない。アパレル業界に入ってくる人は憧れだけで仕事の内容とか知らずに入ってくる人も多い。20歳前後の若者なんて世間知らずだから。口コミ5手取りは20万前後1年の契約社員毎月の販売ノルマを達成できないと更新なし制服として棚にある最新の服を着るように指定される。 在庫のたたき売りで、客には50%か90%で販売するのに、シャーリは低価から3割程度の割引率。売れない店舗に配属されると、毎月5から8万円は自腹で購入となり、一番の不客は店員たち。相当な金額を自爆でつぎ込んだのに、上司からは店の家賃、光熱費も稼げない給料泥棒と罵声。口コミ6、セレクトショップに転職後、2日目で退職。初日は実動7時間で無事に勤務を終えましたが、2日目から事態が急変。 店長からいきなり、その格好じゃ売り場に立てない。社内連絡の通りで、秋物を着ないとダメと言われました。困惑していると、今すぐ3、4着ほど売り場から選んで買ってください。それに着替えてからじゃないとお仕事できません。と畳みかけられました。口コミ7、アパレルダイエットという言葉があります。服を着たいので無理に痩せるという意味もありますが、本質はきつすぎて体調が悪くなって痩せるという意味。立ち仕事だし、過度なノルマで肉体、精神的にきつく、だんだんとやつれて痩せていく人も多いです。 給料も安くて食品にお金をかけられず、ろくなものを食べられないので栄養状態も悪くなってしまう。残業で徹夜したり、休日出勤に出て疲労も限界。大したスキルも身についていないので、体を壊して復帰が遅れて、しかも転職も厳しいという悲惨な状況。口コミ8。すでに傾きかけている子供服の小売店勤務。私はそこの事務職でアルバイトをしていました。一日に3回、お店の売り上げが本社に報告されます。 お店ごと、従業員ごとにランキング形式で表にまとめ、それを各店舗にファックスしていました。とある日、普段は売り上げが伸びない店舗で大きな売上アップがあったんです。そこの店長さんがランキング上位となりました。あの店長さんやるなぁと思っていたところ、事務の課長さんから耳打ち。また自腹で買ったんだよ。さっき社長から電話で叱られていたから。半年後、店長さんは辞めてしまいました。口コミ9。引用ミオ総合法律事務所。 H さんはアパレルショップで店長を務めていました売上には厳しいノルマがあり目標を達成できない月は自腹を切って埋め合わせ商品の購入費は多い月になると数万円に達し給料では支払い切れないこともありました自爆営業のための支払いにはクレジットを充てる日々営業ノルマは増える一方で H さんの自爆営業は数年間に及びました穴埋めに費やした金額は200万円に達していました口コミ10元アパレル店長です 売上達成のために店のものを買ってお金を入れていたなぁ。上司から電話がかかってきて、店長手当は店の売上のために支給されてるんだから、3万円くらいあんたが払え、3万もないんですかと言われた思い出。そのせいで食費がなくなって泣いた。働いていた服のブランドは好きだけど、もう一度働きたいとは思わない。口コミ11。売上が少なければ必然的に店を開ける時間が長くなります。もちろん残業代なんて出ません。 でも、ノルマを達成できなければ、また上司の怒りを買うだけですから、仕方ないんですよね。ノルマ見立つなら上司に呼び出され、売り上げが少ないと叱責の嵐。おまけに売り上げ額は店舗ごとにグラフにされるため、手は抜けません。売り上げの悪い時は、休みも月に1回程度になります。口コミ12。扱う商品は多いのに、人員は全く足りていないのが今のアパレルショップの実情。それでも売り上げノルマは提示される。うちの店は個人ノルマで、 店長なら去年のの同じ日の売上に上に乗せで2万円ただ、目標額に届かなければ、シャーリーを使わずに自腹を切ります。月の給料は18万点程度で、最終的に自分の手に残るのは10万円を切る場合もありました。口コミ13。ブラックで何店舗かを行ったり来たりして、休みなしで働き、ノルマも厳しく。心身ともに疲れて心の底から休みたかったので、電車に飛び込もうとしたところを助けられました。 アパレル産業のほぼ8割の人は服作りではなく、販売や営業や在庫管理をします。仮に服を作れたとしても、音楽と同じで、自分のセンスを他人が認めてもらえるまでは、相当な努力か才能が必要。覚悟がある人は頑張ってください。口コミ14。ボーナスも出ないし、年末強制出勤なのに手当も出ません。シャーリーを使っても1着1万円くらいする服を何着も購入しなさいとか、無理を言わないでほしい。店舗に立つために自社製品の購入を求めるのは違法です。 制服として着用を強制するなら、その費用を従業員に負担させてはいけません。法律よりも自社ルールが優先される業界って本当に何なんですかね。口コミ15。服職系の短大で、求人はほぼアパレルしかなく、ほとんどの同期がアパレル業界に就職した。ただ5年後の同窓会で、アパレルに残っていたのは40人中1人だけ。自らの給料で自分の店の洋服を買うなんてのはザラだし、昇給はわずかでずっと立ちっぱなし。 ガンガン詰めてくる上司と働くことになるので、雰囲気は最悪で、店員は毎月一人は入れ替わる。そりゃ続かないよ、としか言いようがない。口コミ、16。アパレルに4年間勤務して退職。新卒1年目はがむしゃらに頑張った。だけど自分のプライベートばかり優先してシフトを組むクソ上司に呆れたから、辞めたくなった。3年目の途中で店長に昇格。販売士の資格持ってるから、ある程度のスキルはあって、接客も好きだった。 ただ、年齢は私より上で、役職は下のスタッフがいて、私に対して当たりが強かったし、反抗ばかり。アパレルは人間関係でつまずく人が、他の業界と比較しても多い印象。口コミ17。初任給18万円。ここから家賃や光熱費、スマホ代などの生活に必要なお金が引かれる。さらに、店頭着用分の遮販を支払うと、手元にほとんどお金が残らないという現実があります。アパレル店員の平均年収は300から400万円が相場と言われていますが、 とても貯金はできません。世の中には声かけ不要バッグも発明されており、ますますショップ店員の存在意義はなくなっています。口コミ18。服が好きなのに高い服をバンバン買えるほどの給料もないからバランスが悪い。給料の大半が副代に消えて、しかもその服はほとんどが廃れる。そもそもアパレル産業自体がコロナで廃れてしまった。数回着ただけの服がメルカリにたくさん売っているのはアパレル店員の出品。みんな結婚してさっさと辞める。それが正解。 アパレルショックは今すぐやめてユニクロに入るべき。口コミ19新卒でアパレルで働いています。新店がオープンした時や目標達成間近で売り上げが足らないと社員に買ってほしいという要請がかかります。先輩に聞くと社員の立場で坊主で日報提出は無理。その日一日一体何をやっていたのかとなるし、お客様がいない中でもディスプレイを変えて何とか一着でも売る。もちろんいい文化だとは思わないけど責任があるからと言われました。口コミ20 これで最後です。商品が店に届くまでいろいろな人が携わったはず。でも売れなかったら末端の販売員が購入して売り上げをカバーするとかおかしい。セールストークにそれ私も買いましたを使いますが買わざるを得なかっただけ。販売しているブランドの服の歩くマネキンとしての役割もあるので仕方ない一面はある。ただ社員割引があるとはいえ限度がある。アパレル貧乏になるくらいなら働かない方が100倍増しい。 以上がアパレル業界の働き方の口コミでした。皆さんどう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください。はい、本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それではまた明日お会いしましょう。では、さようなら。